皆さんこんばんは、Bレジェンド鍵谷です。今回もですね、レオパレスリゾートの、グアムでですねトレーニングの様子をお伝えしていきたいと思います。で、僕も、胸トレーニングを先日の動画でケーブルクロスやったんですけれども、あと、いくつかこのフライなんかもねやりました。で、マシンフライ、これサイベックスだったかな、ちょっと見たことないタイプだったんですけれども、あったのでやってみました。ちょっとこの角度がねなんか面白いですよね。手は本当に横向きなんですが、角度がこうすごく収縮、最大収縮時にですねすごく入りました。でもう結構ねもうすでにかなり辛そうな顔してるんですけれども、すごく軽い重量で、プレートもね見てもらうと分かると思うんですけど、かなり軽い重量でやってるんですけれども、それでも、しっかり効きました。で、さっきね、1セット目はアップも兼ねてスクリプトなフォームでゆっくりやってるんですけれども、もう2回目からはねもう結構きつくてですね、で最後もう収縮最後まで持ってこれない感じなんですが、なんとか耐えてやってますね。で次が3セット目ですね。でもうこの辺りからもう収縮は結構きつくなってきてるので、収縮で最後見てもらうと分かると思うんですけど、こう最後トントンってねちょっと寄せるような感じでやってるんですよね。ギューッと寄せてからトントンとこうなんか最後ね今みたいにやってるんですけれども、これをすることによってですね、こう普通に収縮して、でその収縮の部分でパーシャルでね可動域全部じゃなくて最後の収縮のところだけもう1レップというか 0.1 レップというか 0.2 レップというかそれぐらいを最後やるっていう感じで収縮をさらに追加してるっていうイメージですね。はい、もう本当にこの軽い重量で、やってるんですけれども、やっぱり丁寧にやるともうすごく効きますね。はい、セット数も回数ももうそんなにむしろできないって感じですね。はい、もうこれでもかなりきつそうですね。でやはりこのポジティブは早くてもいいんですが、ネガティブですね、戻すところをゆっくり極力するように意識するといいと思います。今はね閉じるところがもう力がなくてスピード出せないんですけれども、もうここまで来ると戻るところで耐えると、でとにかくいけるところまでちょっと勢いつけてもいいから閉じて、で戻るところを極力耐えると、ね、ここかなり痛いんですけどね。はい、強烈に効きました。はい、グロッキーです。ということで、マシンフライに関してはこれにて終了でございます。痛かったです。